皆さんこんにちは、パチンコ攻略マガジンのゆうきです。さあ今回は OK さんの最新機種 CR アベンジャーズをご紹介したいと思います。このアベンジャーズはですね、アメコミ界を代表する、スーパーヒーローたちの夢の共演が実現した超大作アクション映画となっております。今回はですね、この待望のパチンコ化ということで、このスーパーヒーローたちがいかに映画の中でどんな活躍を見せてくれるのかというのが最大の見どころとなっておりますので、早速打ってみたいと思います。それではまず本機のスペックから見ていきましょう。大当たり確率約 319.7 分の1の VST タイプとなります。 ST 突入率は 51%、 ST 回数は115回となっております。ST 突入時の継続率が約 80% と高継続タイプとなります。さらに電サポ中の大当たりは 75%、 大当たりの4回に3回が15ラウンドボーナスとなっていますので、この約 80% 継続、そして15ラウンドの連鎖が高い出玉性能を生み出すのが最大の特徴となっております。続いて通常時の注目演出について紹介したいと思います。さあこのスパイダーマンがですね、液晶に出てくると、保留変化してくれたり、タイマー演出が発動したりですね、こう連続演出に発展したり、こういろいろとチャンス演出に発展する可能性が高いので、液晶にこのスパイダーマンが出現した際はちょっと注目ですね。液晶演出だけじゃなく、液晶の外のギミック演出にもちょっと注目していただきたいんですが、こちらですね、大枠上部に搭載されたこのデンジャーギミック、こちらが結構演出と連動してさまざまな役割を果たすギミックとなっております。まあ、それ以外にもですね、今回このボタン演出というのも非常にさまざまなシーンでこう出てくるチャンスアップ要素になってるんですけども、まあ、通常ボタンの他にですね、液晶でこう赤ボタンになったり、さらにはですね、ボタンが飛び出す激アツ演出などにもなってますんで、このボタンのちょっと動き、色にもね、注目してみてください。で今回パチンコに出てくる、このアベンジャーズのヒーローたちなんですけども、主要となるキャラクターはこの盤面に、表示されてます。まあ、これおなじみアイアンマンだったりですね、こちらマイティーソー、スパイダーマン、それぞれにギミックがこう施されてあったりですね、まあ、絵が描かれてあったりするので、ちょっとキャラクター名をこう気になった時はこうそれぞれの、ね、役物のところを見てもらえれば、キャラクターと名前が一致すると思います。お、さあ今ですね、へそに入賞した瞬間にピコーンとともにこのへそ下の A ランプが発光したんですけども、これちょっとチャンスですね。この2番目のこれですか、この発光した色が赤フラッシュだとさらに期待度アップになります。次の保留かな、まあ色は変わってないんですけど、ちょっと次の保留注目しましょう。どうだ、アイアンマン飛んできましたよ、かっこいい。さあ今デンジャーステップアップも始まりましたね。おー、ハルクゾーン、今回このね、ハルクっていうキャラがかなり重要な演出の鍵になってるんですよ。通常時、ST 中、そして激アツのアベンジャーズアッセンブルアタック中なんかもですね、このハルクゾーン、これチャンスですね。で保留の色はまだ普通の点滅保留なんですけど、その周りのキャラクター人数ね、これもちょっと注目してみてください。人数が増えるほど期待度アップになります。おー、さあデンジャーギミックも連動して揺れてますね。さあこのカウントアップも長ければ長いほどチャンスですよ。18秒、長い。22秒まで来ましたね。おお、さあしかもデンジャーギミック落下で、これアベンジャー、おお、しかも来ました、激アツアベンジャーズアッセンブルアタック。アッセンブルアタック中はですね、この長押しで変わっていくこのボタンの色、そして集結していく
アベンジャーズの人数ですね。さらにその中にハルクがいるかどうか。お、赤ボタンまで来ました。さあハルクいますよ。5人。さあ激アツ、ここでビッグ A フラッシュが発動すれば本気最強クライマックスリーチに発展になります。さあ今回発展したのはですね、クライマックスリーチ全3種の中で、リバヤさん撃滅リーチになります。保留ももう気づけば赤になってますよ。保留の周りのキャラも5人と。ちなみにですね、アベンジャーズアッセンブルアタックで6人集結した場合は超激アツになります。さあさらにですね、このリーチの終盤で激アツカットインムービーが入ることがあるんですが、今回は入らず。さあボタン、赤ボタンチャンスアップですね。いきます。やりました。ビッグ A フラッシュレインボーギミック完成で見事大当たりになります。かっこいい。このいや実写ムービーのクオリティがすごい。さあここで、3図柄もしくは7図柄に変わった場合はその時点でラッシュ突入濃厚となりますので、この図柄にもちょっと注目してください。はい、これで図柄揃いの大当たりとなりまして、アッセンブルボーナスとなります。初回ラウンド中はですね、この ST 突入をかけたチャレンジゲーム発生となりますので、ST 突入率が今回 51% になりますので、この演出ね非常に重要になります。告知ミッション、連打ミッション、一撃ミッションとあるんですけど、今回は分かりやすい一撃ミッションで挑戦したいと思います。さあこのリバヤさん撃破すれば見事 ST 突入となります。いきます。やりました。今の決めボタンのね種類もちょっと注目ですね。あそこは赤ボタンだったり、さらにはボタン飛び出しだったりすると、激アツになります。はい、そして ST 突入が決まった後はですね、まあ、普通に消化してもらえればいいんですけども、 V アタッカーに入賞させて ST 獲得となります。さあここで注目ですよ。アベンジャーズがこれ日本上陸ですからね。これは完全にパチンコオリジナルの演出がここから ST 中展開すると。さあ突入しました。アベンジャーズラッシュ継続率約 80% の連チャンゾーンになります。 ST 回数は115回転、大当たり時は75% が15ラウンドボーナスになります。このアベンジャーズラッシュ、ステージがヒーローごとにいろいろあるんですけども、まあ、今滞在しているのがアイアンマンステージですね。いろんなステージをこう行ったり来たりしながら、バトル演出だったり殲滅演出、突破型の演出だったりですね、いろんな演出に成功すれば、大当たりになるんですけども、お、今これデンジャーステップアップ来てます。このダイヤ枠上のデンジャーギミックも同時発動。お、これチャンスじゃないですか。今激しく揺れてる。さあリーチかかりました。さあ発展先は今この4次元キューブを奪い返せの演出で、どんどん地下に向かって進んでるんですけど、今地下3階まで来てますね。地下4階まで到達すればターゲットゲットで大当たりになります。さあ行きます。ありました。
基本はバトル演出がメインになるんですけど、こういった、ミッション系の演出で応対することもあります。やっと手に入れた。いろいろステージあるんですけど、このステージがチェンジするタイミングでリーチがかかったり、あとはですね、ハルクステージっていうのがあるんですが、このステージはもう突入した時点でもう激アツになってます。なのでハルクステージ突入時、あ、保留緑来ました。おーおーおー、赤。さあこれ大チャンスですね。これはリーチになるでしょう。さあ発展先注目、下売り軍殲滅演出。あ、これ赤ボタンチャンス。さっき、ちょっと今9人しか減らなかったですね。こっからですよ。どうだ、赤ボタンチャンス。いや強いですね。いやキャプテンアメリカ強いですよ。私は日本でもキャプテンだ。日本でもキャプテンだって、もうこれパチンコでしか聞けないですからね、このセリフ。おお、お、青掘り来ましたね。緑以上になってほしい。さあ今デンジャーステップアップも、まだステップ1ですけど、これがステップしていけば、あーちょっと弱いかな。あー、おー、スパイダーマン出ました。お、見てくれ、サンズ柄テンパイ。しかもこれスパイダーマン演出、しかも赤ボタンですよ。いやースパイダーマンが助けてくれました。よかった、かっこいい。いや、いいですね。はい、いかがだったでしょうか。スーパーヒーローたちの活躍伝わったでしょうか。今回打ってみてですね、やはり一番興奮したのがですね、あのアベンジャーズアッセンブルアタックの演出じゃないでしょうかね。これ出現した時点でもう期待度 50% と、激アツになってるんですけども、やはりあの一人でもね主役級のスーパーヒーローたちをどんどん集結させていく、あのボタン連打の演出、あれがね非常に興奮したなと思います。こちらですね、通常時に出現しても激アツなんですけども、 ST 中に出現しても、さらに激アツとなっておりますので、打つ際はねぜひ注目していただきたいと思います。そしてスペックの方もですね、右打ち中継続率約 80%、 そして15ラウンド割合 75% という、この出玉性能がですね非常に爆発力のあるものになってますので、そちらの方もですねホールの方に導入されたらぜひ体感していただきたいと思います。それでは今回はこの辺でお別れとなります。さようなら。